いやー、20代の頃はファッション結構楽しんでたんだよな。セレクトショップでも買い物したし、裏腹系ファッションなんかも楽しんだんだけど、まあ30代になるとなかなか仕事とか家族で忙しくて、ファッションにお金も時間もかけられなくなっちゃって、気づけば今40代。なかなかどんなファッションをしたらいいのかわかんないんだけども、今更だけどおしゃれな40代になりたい。俺は異教授になりたいんだけども、どうすればいいのかなと思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの MC です。今回の動画なんですが、春のイケオジコーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。ここ最近はですね、このイケオジ企画定期的にやっているんですが、まあ先ほど冒頭にもあった通りですね、40代以上の男性っていうのはですね、どんどんおしゃれに関心がなくなっていくという傾向があるんですね。まあ20代がやっぱりピークなんですよ。結婚前でモテたいっていう願望があったりだとか、ある程度時間があったりするので、ファッションにリソースを割くこともできるんですが、それがこう30代になってくると徐々にですね、結婚される方もいらっしゃると思いますし、お仕事も忙しくなってくるので、ファッションにそんなに集中できなくなって、その結果だんだんこう時代のトレンド感だとか、今どんなものが自分に合うのかがわからなくなって、そのまま40代を迎えている方多いかなと思うんですね。まあそんな時に最近ですね、このイケオジという言葉がちょっとこうブームになってきてるかなと思うんですね。まあ40代50代の男性の中でも自分の着こなしを改めて見直してですね、今の自分に合った、今の時代に合った着こなしを楽しむ方は徐々に増えてるかなと思います。この流れ、僕はとてもいいなと思ってまして、若い子のファッションもそれはそれで楽しいんですが、年を重ねてから似合うものっていうのはまた若い子とは違ってきますし、深みを増した自分自身に対してしっくりくるファッションって必ずあると思っていますので、そのあたりをですね、僕のチャンネルの中でもしっかりと皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですね。そして今回の動画の中では、春のコーディネートということで、40代以上の大人男性に似合うようなイケオジコーデをですね、3つ考えてみましたので、よかったら皆さんの今後のですね、着こなしを参考にしていただければなと思っています。まあ僕自身ですね、現在40代前半なんですが、若い頃に比べてやっぱり似合うものは変わってはきているんですが、今だからこそ楽しめるアイテムもありますし、20代の頃よりもかえって今の方がファッション楽しんでるので、まあぜひその思いをですね、皆さんと一緒に共有できればなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に春のイケオジコーデを皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、僕としてはちょっと珍しいんですが、こちらアウターにですね、MA1 を使った着こなしから皆さんに解説をしていきたいなと思っています。僕のですね、結構イケオジ動画を見ていただくと、ちょっと綺麗めなアイテムをですね、皆さんにご紹介することが多いかなと思うんですね。まあその流れの中で、春のアウターといったらベージュのステンカラーコートとか、このあたりをですね、上げることが多いんですが、まあそろそろ季節が進んでですね、ステンカラーコートよりももうちょっとライトなアウターがあった方がいいんじゃないのかなということで、今回は丈の短い MA1 ですね、こちらを選んでみました。ちょっと意外性があるかなと思うんですね。僕の動画の中でも結構丈がですね、短いアウターってそこまでご紹介することは多くないんですね。まあロング丈のコートだとか、まあせめて短くてもカバーオールぐらいのもので、お尻がある程度隠れるものの方が僕の動画の中では多いんですが、結構ですね、このような MA1 も着方によってはですね、大人にバチッとはまりやすいんですね。まあ今回イケオジというテーマなので、まあある程度ですね、カジュアルな中にも綺麗な要素を混ぜ込みながら皆さんにスタイリングをご紹介したいなと思うんですが、今僕が着てるのはこれ最近買ったばっかりなんですけども、ナノユニバースのですね、 MA1 になっています。価格が確か税込みで1万1000円ぐらいだったかなと思うので、かなりアウターの中では買いやすいので、これおすすめしたいアイテムかなと思ってるんですが、 MA1 っていうとやっぱりミリタリーのイメージが強いので、ちょっとこう膨らみ感のあるシルエットで、まあ、ポケットもでかく腕についてるような印象ですね。こういったものを持ってる方もいらっしゃると思うんですね。僕の中でも MA1 ってそういったイメージが強いんですが、まあ、最近はちょっと大人向けに着れるような綺麗な MA1 というところが増えてきてるんですね。まあ見ていただくと、こちらに関しましてはディティールですね。まあ、こういった腕のポケットなんかもないですし、腰についてるポケットもなるべくシンプルにですね、主張がないようにしてるんですね。で、素材感もちょっと上品な風合いに仕上がっています。
して、色はですね、まあ、いくつか展開があるんですが、今回はチャコールグレーを選びました。このような色味を使うことで大人っぽく上品なアウタースタイルを作ることができるので、 MA1 結構ですね、イケオジスタイルにはハマりがいいんじゃないのかなと思っています。まあ、ちなみに僕が着ているのはですね、身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、通常の僕だったらやっぱり M サイズぐらいを選ぶことが多いんですけど、イケオジのですね、企画の時にはまあジャストサイズからちょいゆるぐらいが推奨したいサイズ感なので、こちら S を選んでいます。まあバルーンシルエットで少し緩めのサイズ感ではあるので、 S サイズを選んでも決してこうピタッとなりすぎないのが個人的にはバランスがいいかなと思います。ミニマルなデザインで無駄はないんだけど、サイズ感だけ少し現代的に振ってあるのがすごくバランスがいいなと思っています。そしてその内側なんですが、見えますかね、こちらはニットポロですね。ブラックのニットポロを合わせています。これ先日皆さんにもご紹介しましたユニクロ U の今季のですね、黒のニットポロですね。これがですね、地味に使えるんですよ。特に大人世代でイケオジを目指す方にはニットポロは一着あると便利かなと思います。まあ、その中でもやっぱり色がシャープなブラックっていうのは着こなしが引き締まるので、すごく大人に似合いやすいかなと思います。ポロシャツのホワイトだとか結構明るいグレーとかは本当におじさん感満載になってしまうので、このアイテムであればブラックでシャープにまとめるのがすごくバランスがいいかなと思います。まあ、上半身をダークグレーとブラックでちょっとこう重ために仕上げて、ボトムスはホワイトですね。まあ、ここはコントラストを高めてパキッと清潔感漂うホワイトデニムで合わせてみました。これはですね、今季のユニクロのアンクル丈のデニムですね。このホワイトがめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。僕の全身ユニクロコーデの中にもよく出てきますが、これはですね、一本持っておいてまず間違いがないかなと思います。ちょっとコンサバに見えるようなタイトな白デニムっていうのは僕のちょっと気分ではないというところもあって、まあ、ユニクロの少しゆとりがあるような白デニム履いてるんですが、決してこうワイドすぎるようなシルエットではないので、イケオジを目指す男性にもすごく使いやすいかなと思います。白はやっぱり汚れが気になるかなと思うので、これぐらいのユニクロ価格でガンガンに着回すのがいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。で、足元に関してはレザースニーカーですね。あまりゴテゴテしたものではなくて、このような MA1 自体も結構シャープな雰囲気なので、それと合わせたような雰囲気でブラックのレザースニーカーですね。これはもう僕の動画の中では散々出てきていまして、イケオジのもう制服だと思っていただいてもいいようなものかなと思うんですが、アウルのデバイス1ですね。ソールの部分だけホワイトで、アッパーはブラックレザーというところで引き締まりがあって、これはバランスがいいかなと思います。まあ、上半身がちょっと重たい色で、ボトムスが白でちょっと明るさを出して、そして足元でまた引き締めるというようなバランスで組んでみましたが、これだったら結構再現性高く気軽にトライしやすいかなと思いますし、シャープな大人っぽいスタイルが簡単にできるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんにも実践していただきたいなと思っています。意外と高見えするんですが、高い商品ってないんですよね。アウターでも1万1000円ぐらいなので、コスパも最強で、このようなコーディネート完成できるので、ぜひよかったら皆さんもお試しいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、春らしいですね、シャツをメインにしたスタイリングを組んでみましたが、いかがでしょうか。まあ、先ほどは MA1 のようなアウターを使った着こなしをご紹介しましたが、もうちょっと季節が進んでくると、シャツをアウター感覚で気軽に着るような着こなしがすごくハマりがいいかなと思うんですね。まあ、今回使ってるのはこちらのストライプ柄のシャツですね。まあ、僕のブランドで作ってるものなんですが、割とですね、いろんなブランドでも同じような路線のものってあるので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思うんですが、まあ、こちらのストライプ柄に関してはビジネスで使うような細かなストライプではなくて、ちょっとこう大胆な太めのストライプ柄になっていまして、柄もちょっとランダムに入ってるんですね。このようなストライプ柄の方が休日に着るときにはハマりがいいかなと思うんですね。まあ、適度にビジネスシャツにはないようなカジュアルさもあるようなストライプシャツなので、着こなしの中にも一つのアクセントとなりますし、縦長効果もあるので、結構大人世代にはこういったストライプ柄のシャツっていうのは使いやすいのかなと思っています。僕自身も結構日常的にこういったシャツを着てるんですが、下には白 T を着て第一ボタンを開けると、そうするとですね、ちょっとだけ白 T が覗くようになりますし、あとはシャツというアイテム自体がちょっとですね、硬さのあるアイテムではあるので、着崩すとバランスがいいんですね。そういった意味では僕はボタンを開けてちょっと腕まくりをしながら時計だとかバングルだとか、そういったものを見せてあげるとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、上半身にこういったアクセントが1個あれば、まあ、ボトムスはもうシンプルにブラックだとかダークグレーとかで
全く問題がないかなと思うので、まあ、今回はこういったブラック系のパンツを合わせてみました。で、足元に関しては、今回は割とこうシャツだとか、ブラックのボトムスというところで、切れ目なアイテムが多かったので、少しカジュアルな要素でニューバランスのグレー系のスニーカーを合わせています。まあ、これはお手持ちの白系のレザースニーカーとかでも全く問題ないので、まあ、そういった形でカスタマイズもしていただけるといいかなと思います。まあ、このような襟付きのシャツのスタイルというのは、もう誰にも似合いやすいスタイルですし、大人世代が清潔感があって爽やかな着こなしに見せるには、もう必須のアイテムかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こういったレギュラーカラーのシャツのスタイリングは試していただきたいなと思っています。まあ、今回はストライプシャツを着ていますが、それだけではなくて、ブルーの無地とかも清潔感があって、イケオジスタイルにはすごくハマりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目は、ネイビーのセットアップを使ったイケオジコーデを皆さんにご紹介したいなと思っています。僕はセットアップのスタイルがすごく好きで、もちろんオンの機会にも使うことはあるんですが、オフでもたまにですね、このようなネイビーのセットアップを着ることがあるんですね。例えば、休日でもちょっとおしゃれをして出かけたい場面だとか、あとは食事に行く場面なんかは、うまくセットアップを使ってあげると、イケオジコーデの中での良いバリエーションの一つになってくれるかなと思います。ただこのネイビーのセットアップっていうと、ちょっと硬い印象持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですね。ですので、まあ僕はネイビーのセットアップを選ぶ際には、できればオフでも使えるようなカジュアルなものもですね、持っておくと便利なのかなと思っています。僕が今着てるのはですね、今季のグリーンレベルのフリーリッチシリーズのネイビーのセットアップですね。まあサイズ感も少しゆとりを持たせてありまして、肩のラインもですね、ちょっとだけ落ちていますし、身幅もですね、適度にゆとりがあるので、まあ従来のジャケットに比べると、だいぶリラックス感のあるような着こなしが簡単に実現できるかなと思います。で、ボトムスに関してもですね、テーパード型のですね、シルエットで、まあ、適度にですね、ゆとりはあるんですが、ちゃんとスタイルがよく見えるようなものを今回選んでいますので、だらしなく見えないんだけども、着心地の面ではすごく快適で、なおかつサイズ感にほんのりですね、今っぽさも漂うので、このシリーズはすごく使いやすいかなと思っています。で、ネイビーのセットアップって、やっぱりそれなりに硬く見えがちなので、コーディネートの際には、ちょっとカジュアルな要素を混ぜてあげた方が、程よいリラックス感が出せるかなと思うんですね。ですので今回は内側にですね、マルチボーダーの T シャツですね、こちらを入れています。まあ、僕はこのようなボーダーのカットソーもすごく好きでよく着るんですが、単体で見ると結構カジュアルに見えがちなんですけども、ボーダーのカットソーはちょっと綺麗めなアイテムの中に入れてあげるとちょうどバランスが取れるんですね。今回はこのネイビーのセットアップがちょっとこうビジネスライクな綺麗めな印象なので、それをちょっと着崩すという意味合いで内側をボーダーのカットソーにしてみました。まあ、このようにボーダーが細かいものであれば大人世代にも結構似合いやすかったりするので、まあ、ぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思っています。で、足元なんですが、この着こなしに対してレザー&ローファーだとかを合わせると結構ビジネスライクになるので、まあ、スニーカーですね、ちょっとカジュアルな雰囲気を出したかったので白系のレザースニーカーですね。その中でもジャーマントレーナーを合わせることで、そんなに綺麗すぎないように今回は意識をしました。オールスタークップみたいなプレーンな白レザースニーカーもすごくいいんですが、まあ、今回のスタイリングの中ではボーダーのカット層も入ってますし、少しカジュアル感も出したかったので、そういった意味で雰囲気をちょっとリンクさせるような感じで、ややカジュアルめのレザースニーカーを合わせてみました。このようなスタイリングは結構大人世代には似合いやすいですし、40代50代の方にも肩肘張らないセットアップスタイルとして参考になるかなと思っています。皆さんもですね、ネイビーのセットアップ結構お持ちかなと思うんですが、休日に来ても楽なようなものが1個あるとすごく便利かなと思うので、その点こちらはシワにもなりづらいですし、ストレッチも効いてるので現代的なセットアップになってるかなと思います。まあ、グリーンレベルのフリーリッチシリーズもいいと思いますし、あとはビューティー&ユースの360度マスターシリーズですね。これもですね、先日動画で皆さんにご紹介していますが、同じようにサイズ感ちょっと緩さがあって、T シャツなんかのスタイルにもハマりやすいので、このあたりのセットアップをうまく使いながらですね、ぜひ皆さんも春のイケオジコーデ楽しんでいただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では春のイケオジコーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、3つのコーディネートそれぞれですね、普段の僕の着こなしとはちょっと違った方向性なんですね。まあ、僕自身は結構トレンド感が漂う着こなしが好きだったりするので、ややゆったりめのサイズ感を楽しんだりだとか、少しだけ癖のあるものが好きだったりするんですが、まあ、イケオジコーデということで結構今回は王道感のあるような着こなしを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、サイズ感も
ジャストサイズから少しだけゆるさがあるぐらいまでの範疇に抑えていますし、あとは使ってるアイテムもですね、割とこう定番的で使いやすいものが多いかなと思うんですね。まあ、その中に適度なリラックス感だとか今っぽさを混ぜてあげれば、結構ですね、今の時代に適したイケオジコーデというところができるかなと思うので、皆さんもよかったら今回の動画を参考にしながら春のコーデをですね、楽しんでいただきたいなと思っています。まあ、このイケオジ企画もですね、だんだん定番化してきているんですが、まあ、季節ごとにアイテムに特化したような動画ですとか、あとは今回のようなコーデに特化した動画ですね、それぞれ出しながらですね、まあ、40代50代の男性にこれからもファッションをどんどん僕は楽しんでいただきたいなと思ってるんですね。日々の着こなしがアップデートされるだけで結構ですね、気分が上がるんですね。まあ、皆さんそうだと思うんですが、40代になって今からめちゃくちゃモテたいっていうわけではないと思うんですね。20代の頃のようなモチベーションではないかなと思うんですが、日々の生活を豊かに過ごすためにやっぱり着こなしが整ってると気持ちも晴れやかですし、新たなモチベーションで日々楽しめるかなと思うので、ぜひこちらのチャンネル見ていただいてるですね、40代以上の男性にもですね、日頃からファッション楽しんでいただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をやってるんですね。これが結構盛り上がっていまして、まあ、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画をチェックする時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちら動画じゃないんですね。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説だとか、あと僕がリアルに買ったものをどんどんですね、配信をしています。まあ、毎日ですね、いろんな記事がアップされていまして、僕自身もほぼですね、週6日間ぐらいですね、記事を書いていますし、僕以外のスタイリスト専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。